じゃあ次は早瀬くん。私悔しいこととか全部吹っ飛んじゃった。悔しいこと？ほら私だけ全然弾けなくてみっともなかったでしょ。いや一番あのピアノに馴染んでた。最初の音から柔らかかったし俺は好きだよ。母親は2人、父親は3人、全部で5人。十分多いと思うよ。擦り切れる日も。彼女が知った親たちの切ない嘘とは。そしてバトンは渡された。